日本武道館大会オープニングマッチは全場アップトゥーデート2と題して行われます。まずは赤コーナーの両選手ご紹介したいと思います。まずは椎名由香選手ですけれどもね、今日はどんな意気込みこのオープニングマッチ臨みますか？新人らしく元気のある試合をお見せできるように一生懸命頑張ります。はい、嬉しいですね。今日はもしかしたらジュニアのチャンピオンとして試合を引っ張っていかなければいけないと思うんですが、田村佳子選手どうですか？はい、相手が同期なんで椎名さんと力を合わせて頑張りたいと思います。はい、いい試合を臨みたいと思います。そして一方の青コーナーの両選手です。まずは遠藤信恵選手ですけれども、オープニングマッチということで、はい、ちょっと緊張気味ですかね？そうですね、向こう椎名さんがいらっしゃるんでキックがすごいんで負けないように自分も思い切りいきたいと思います。はい、そして、渡辺美沙絵選手です。どうですか？2人とも気迫がすごい選手なんで、その気迫に負けないようにこっちも気迫で押して頑張っていきたいと思います。はい、パワーと、ね、身長もありますんで頑張ってください。本日の第1試合、全場アップトゥーデート2、20分一本勝負を行います。オープンは140パウンド、遠藤信恵。同じく150パウンド、武道館常連戦デスティニー、オープニングマッチは全場アップトゥーデート2、田村佳子、椎名由香対渡辺美沙絵、遠藤信恵の20分一本勝負ということであります。斉藤さん、はい、まずはですねフレッシュな顔合わせ、ね、タッグマッチからスタートですけれども、アップトゥーデートというのがよろしいんじゃないですか？顔見せというか、顔見せというんでしょうかね、アップトゥーデート、一番最近のってことですね。そうですね、最新情報をお届けするというですね、アップトゥーデートで、はい、さあまずは遠藤と田村、そして田村ですね、田村選手ね、さっきのコスチューム、赤いコスチュームもそうですけども、はい、それなりにこなれてきたっていうかね、でも今のロープの飛び方見たらこなれてでも、それっぽく、自分の路線を見つけつつあるというのね、そうですね、そういう印象を受けます。はい、
まあ、ジュニアではですね、はい、トーナメント優勝もしましたし、ね、まあ、期待のホープということなんですけれども、また割と、ね、ダークホース的だったんですよね、はい、さあ一方の遠藤の方もまたこれは新たなコスチュームでですね、みんな少しずつそうやって、はい、ビジュアルな面から自己主張を始めるというのがいいんじゃないですか。です、ね、はい、最初みんなスピード水みたいですよね。シルバーの水着いいですね、田村選手ね。そうですね、昔井上孝子が着てた水着をもらったんじゃないかという気がするんですけど、違いますかね。でも意外と選手たち、衣装なんかお下がりを、先輩から ね、 お下がりをもらって、ね、それをちょっと、ね、仕立てを変えてね、はい、着たりとかしますもんね。さあ髪の毛を掴んでこの渡辺美沙絵もですね、まあ長身ということで、まあ若干線は細いんですけどドロップキック、ちょっと元気ないんですよね、あんまりね、はい。そしてこの最後のもう一人、椎名優香、はい、彼女もですね、まあ前場の小川広報部長曰くですね、最も期待をかけているというか、あ、私も期待してます。非常にキレがあるんですね、スピードがありまして、何よりも面構えが女子プロレスラーのものですね。なるほどなるほど、はい。さあしかしその椎名を遠藤が攻め立てています。髪の毛を掴んでラリアットをうまくかわして、さあ丸め込んだがこれはどうか、カウント2。この辺りの動きは新人離れしたこの椎名であります。さあロープに振って、何があるんだ、ドロップキックだ。右膝のニーブレースがでっかいのをしてますよね、あれちょっと気になりますね、はい、あ、そうですね、すごくあれ相当膝の悪い人のブレ、ニーブレースニーブレースですね、はい。キャラメルの箱みたいな感じがしていいですね、白い水着 の横のところだけ、横のライン、キャラメルの箱ありませんでした、そういうキャラメル昔か、グリコ の走ってる人の衣装に、まあ、それとでもいいですね、やめましょうこの話は、はい、グリコのちょっと衣装に似てましたけれども、さサーフボードスタイルからお、グイグイと準備体操のストレッチみたいですね、プールに入る前の、おっとこれはさらに蹴りを使って締め上げていこうというところ、まあ、技はかけられちゃってるわけですけれども、はい、いい腕の筋肉してましたね今ね。あ、エンドですね、エンドの方、はい、はい、165cm 65kg の遠藤信恵、まだまだですね、肉を、まあ、ウェイトアップしていけばですね、そうでしょうね、大型選手になる予感がしますよね。2人ともまだ高校のバレー部っていうような顔つきしますよね。なるほど、女子バスケとかね、はい、まあ、最近ですね、女子プロレス界も非常にその新人のですね、はい、活躍といいましょうか、今年デビューした新人がですね、はい、非常に各団体注目を浴びているという状況もありまして、この前場のですね、各団体っていうと、まあ、各団体の、まあ、JWP であるとか、あるいはガイアジャパンであるとか、まあ、そういった団体があるわけですけど、はい、FMW も含めてですね、はい、非常になんて言うんでしょう、新人がですね、かなり前面に出る機会が多くなってきたという状況がありまして、うん、まあ、この前場のですね、新人もそのあたり、意識する部分もあるんじゃないかという気がしますか。今なんか遠藤良かったですよ、顔つき、うん、はい、もちろん、まあ、顔でプロレスをやるわけではないんですけれども、さあなんとかロープサードロープ手が伸びるか、ちょっとこの遠藤と椎名の絡みがだいぶ長くなっていますけれども、やっとロープエスケープ。さあ今度は渡辺美沙絵、本当手足が長いっていう、まずそれが第一印象でしょうね。そうですね、174センチという長身であります渡辺美沙絵、ちょっと椎名が攻め込まれている、もうちょっと姿勢がね、背筋がパッと伸びてから、うん、もっと背が高く見えるんですけ ど、はい、ちょっと前かがみっていうか ね、 そうですね、やや猫背というか、あとはもう少しね、ちょっとまだ骨と皮っていうそんな感じがしますんで ね、筋肉をつけて、まあしかしこの上杖ですから ねもうちょっと自信を持って歩いていいと思うんですけどね、はい、なるほど。さあロープに振って、今度は椎名の反撃であります。うまく体を浴びせていって、カウントはどうか。今のボディブロックは完全に女子プロ定番のね、はい、飛び技の初級派、ね、初級編ですね。さあ田村のドロップキック、よろしいですね、これも非常に高さがある長身の渡辺の胸板にぐさりと突き刺さっています。おっと4発いった、フライングキックですね、はい。まあ前場のね、この若手のですね、試合というのは、まあ言うなればドロップキックの見せ合いといいましょうか、はい、
まあ、そういった部分、全城イズムのね、新人の何でしょう、意気込みっていうのは必ずそのドロップキックに現れるという気がするんですけども、男のレスプロレスラーもそうなんですけども、うん、ドロップキックやらせればプロレスのセンスがあるかないかっていうのが分かるっていうんですよ ね、 ね、ドロップキックできない人はダメだろうと、うん、はい、言われていますね。さあ、その田村、第26代全日本ジュニア王者、まあ、でもジュニア今頭ペチってどういうことだったんでしょうね。でもね、ジュニア王座取るとね、出世しないっていう変なジンクスもあるんですからね。あ、なるほど。その辺もまあいいか、ジンクスは信用しないっていうまあしかし今のこの新人の中では田村がやはり一歩抜きんでているところもありますよね。さあ、その田村に向かって今度は遠藤の先ほどのお借りしたばかりに5連発いったか、まだいくか、ドロップキック。さあ、この遠藤もなかなかスピードのあるドロップキックを計6発、そしてロープに振って抱え上げてショルダースルーからカウントはワンで返していった田村。ブリッジが大変綺麗ですね、はい、それからブリッジで返しながら首を返して体を入れ替えるというんですか。そうですね、相当首が強いということですね、はい。さあ、今度は自ら椎名を呼び寄せて渡辺がリバース、あーっとうまく返して串刺しのドロップキックだ。さあ、この辺りからシーナの本領発揮でありましょうか。串刺しドロップキック2連発。ニュートラルコーナーに渡辺の細い体がぐさりと突き刺さってしまった。もう一発だ。これはアゴのセンターを取れた。素晴らしいドロップキックですね。強烈。あ、そのままホールだ。危ないぞ危ないぞ。カウント2。このクラスの試合ですと、あ、ごめんなさい、はい、このクラスの試合ですとああいう形からホールね。そうですね。あっとダウンのドロップキック、全然不思議じゃないですもんね、はい。いやちょっと今渡辺の表情がですね、先ほど顎の先端もろにカウンター入りまして、おあっと危ないぞ。ああこれですよね、今きっちり押さえてましたね、四方ね、はい。あわや3カウントというところ、しかし高さを耐え込みはカウント2。ちょっと渡辺美咲選手の今仕掛けがシャープじゃなかったですね、はい。今度はスモールパッケージホールド。お危ないぞ危ないぞ。ちょうど今のあのエビ固め系も足のフックが良かったですね、はい。サメ技の応酬になっています。今日の第1試合、もう一度ニュートラル方コーナーに振ると見せかけてバックドロップか。お、アトミックドロップだ。なんとまあ古風な、いやいや女子プロレスでアトミックドロップをやる選手が他にいるのでしょうかという感じですけれども、あっと尾低骨割りだから、いやいやいや、まあ原理的にはいいんじゃないですか。はい、今ね男子のレスラーでもねいないですよね、坂口誠二以来ですね、アトミックドロップというのはもう本当にもう血技完全に世の中プロレス業界から消えてしまった、失われた必殺技の一つだったんですけれどもね、まあ、誰かが蘇らせてくるとかまたその料理人みたいな、ね、そうです ね、良さがあるんでしょうね、はい。さあ、勝負がする、ちょっとこのおっと危ないぞ、うん、あっ、いや今のフォールがねいいフォールだったんでこれだとしたらと思いましたけれども、なるほど、完璧に今ね、あ、田村が3カウント奪われましたよ。前女のこの新人最前線もですね、どういった今後展開を見せていくのか目が離せないという感じですが、いや意外にも田村をガチリと渡辺が抑え込んだという形になりましたね、見事勝利を収めました渡辺遠藤両選手持ってきました。お疲れ様でした。借り返しましたね。そうですね、はい、どうですかこの武道館であのジュニアの借りを返した気分は。まだ全部返してると言えないんですこれからも田村倒して頑張っていきたいと思います。これまず当面の目標って感じですかね。そうですね、はい。さあオープニングマッチやり終わった気分はどうでした。そうですね、緊張したんですけども、本当は自分がホール取るつもりだったんですけども渡辺がホール取ったんで、次こういう大きな大会に出ましたら自分がホール取りたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。この中では一番 上だったんですけど、でも今同じ風に扱われてるのと一緒っていうか、レベルも一緒なんで全然違うところも今日見せられなかったんで、もっと練習してみんなと違うっていうのを見せたいと思います。
全然追い込まれちゃって自分のいいところ全然出せなかったんで、渡辺に負けたのはすごい悔しいです。